はい、はい、どうも、チャブリです。いてことで、今日はですね、最近獲得してよかった最強選手ランキング、やった。 いきたいと思いますということで、毎月恒例企画になるわけなんですけれども、もう11月に入りましたということで、今回の動画では、10月に登場したガチャの中で獲得してよかった選手をランキングでベスト10から解説していきたいと思います。で、今回対象のガチャは、まず10月3日のカイル・ォーカーとかがね、登場したショータイムガチャから、あとはね、先日登場した10月31日のバロンドールガチャ、この間に登場したガチャが今回の対象になりますので、 まそれを踏まえてね、楽しんでいただけると嬉しいなと思います。いや、改めてね、ピックアップしてみたら、マジで10月、てかまあ大型アップデート後か、マジでいいガチャ来すぎてるなって感じがあるんですけれども、今回もね、あくまで僕の毒など変形でランク付けしてきたんで、よかったら参考にしていてください。ぜひ皆さんのご意見もね、コメントしていってもらえたら嬉しいなと思います。てことで早速ですね、最近獲得してよかった最強選手ランキングやっていきましょう。 はい、ということで、第10位はこちら、ショータイムビニシウスですね。10位に選ばせていただきました。このビニシウスはもう先日のバロンドールガチャから登場しましたということで、なんかね、いつもだとちょっと10位だと少し順位低いかなって感じがするんですけど、もう今月っていうかまあ10月か、いい選手が登場すぎて、もう10位でもね、まあかなりいい方なんじゃないかなと僕的には思ってるんですけれども、このビニシウス獲得してからね、僕も使っていてかなり優秀で強いなと思ってます。まあサクッと回数はしていこうと思うんですけれども、こん こんな感じで、まあ、左サイドハーフ左ウィングセンターフォワードにポジション適て,てありますということでここにはね書いてないんですけれどもモメンタムドリブルの方もついておりますまあビニシウスはね今回10位にした理由は能力値めちゃくちゃ強くてもう現環境でも最強だと思うんですけどやっぱりまあ過去版もねラインブレーカーでめちゃくちゃ強いビニシウス登場してますということでまあ絶対に乗り換え必須級ではないかなってところで今回は10位に選ばせていただきましたただめちゃくちゃ強いよねオフェスドリブル決定力スピード瞬発キック力ボディコーン全 全部90超えてくるんでまあめちゃくちゃ強いと思いますしまあ僕はね最近4132とか使っていて左サイドハーフでスーパーサブで使ってるんですけどスーパーサブ的な感じで使ってもめちゃくちゃ強いんでまあ個人的にはこの選手現環境でもめちゃ強いと思いますし獲得して良かったなと思いますはい続いて第9位はこちらラームですね9位に選ばせていただきましたこの選手もね個人的にはめちゃくちゃ獲得して良かったなと思っていてやっぱりラームって僕的には本当に右サイドバックで唯一無二というかまあ左サイドバック はね、デイビスとかロベカルとかま手を入れるなんです。とか強いね。攻撃的サイドバック多いんじゃないかなって気はしてるんですけど、ミニサイドバックで攻撃的サイドバック強い選手ってあんまりいないんですよね。本当にまあアーノルドとかそこら辺ぐらいかなって感じはあるんですけれども、個人的にはねまあ、ファイブバックとか使っていても、ミニサイドバックのまあ攻撃的な選手はこのラーム一択なんじゃないかなと思えるくらい、めちゃくちゃ優秀かなと思います。まあ、こんな感じでね。両サイドバックもできて、なんなら d m f もできるわけなんですけれども、能力値もマジで優秀とアグレッシブレ世界全部90超えてきます。 足ももももめちゃくちゃゃくいいいんんんんででですよねでボディコンもここだだけけ高軽しパス打ちもこんだけありますということで、まあ、このラームはやっぱりめちゃめちゃ強いね。まあ、身長が 170cm ということであんまり高くないので、まあ、どうしてもね、若干ディフェンス面は不安かなって感じがあるんですけれども、特にファ5バックとか、まあ、サイドバック上げたフォーメーション使ってる方は、まジでこのラームめちゃくちゃいいと思います。まあ、好きではね、若干ディフェンス系のスキル追加必要かなと思いますけれども、まあ、ほんと右サイドバックはね、唯一無二と言ってもいいぐらいの最強選手かなと思いますので、 まあ個人的には獲得してめちゃくちゃ良かったなと思ってますね。続いて第8位はこちら、ロドリですね。8位に選ばせていただきました。この選手も先日のね、バロンドールガチャから登場したロドリということで、まあめちゃくちゃ優秀ですよね。正直まあもう少しね、順位上にしても良かったかなって感じはあるんですけれども、まあいろんな点を踏まえると、この順位8位でいいんじゃないかなと個人的には思ってます。今回プレイスタルがプレイメーカーに変わりましたということで、これはね、まあプレイヤーによって好み分かれてくるというか、アンカーの方が良かったよって方もいるんじゃないかなと思うんです ですけれどもやっぱりまあ高身長でアンカーなんでまあやっぱり高身長でまあ DMF でね起用してる方が多いと思います僕も実際にね獲得してからずっと DMF で使ってるんですけれどもめちゃくちゃ足伸びてきますねで今回ロドリはスピードも90瞬発も80まで伸びてきてフィジカルコンタクトも90までいってまあこのディフェンス数しかもねフォートレス持ってるんでまあここからフォートレスで上がってくるって考えるとやっぱりめちゃくちゃ強いっすよねまあプレイメーカーなんで例えばねジーラーとかと組み合わせてあげてもめちゃくちゃ守備硬くなると思いますし逆にこの 踊りをね DMF で起用してベイラをセンターバックで起用するとかそういうやり方もありなんじゃないかなと思いますまあ、スキルも普通に優秀ですしまあ、現状のねディフェンスラインとか、まあ、あとは DMF にベイラ持っていてあんまり使わないかなって方はまあ、ショータイムってこともあるんでね無理に獲得しなくていいと思うんですけどまあ能力値見てわかる通り現環境でかなり強い選手なんじゃないかなと思いますはい続いて第7位はこちらカイルウォーカーですね7いに選ばせていただきましたこの選手もね登場した時めちゃくちゃ話題になったんじゃないか ななななとと思思うんんでですすけれどもも現環境でも最強な右サイドバックなんじゃいいかなと思います今回、カイロウォーカーがね、このシビ的サイドバックで登場して、もうノ力値もぶっ壊れるということで、まあ結構ショータイムとは言いつつも獲得した方多いんじゃないかなと思います。ただまあ今回ね、竜位が若干下がってしまった理由としては、まあショータイムってことももちろんあるんですけれども、このカイルウォーカーが登場した、まあ次の週かその次の週ぐらいに、もう同じポジションのトゥラムが登場したんですよね。まあポジションも被ってるし、まあそれは若干ね、このカイルウォーカーにも影響はあったんじゃない かなと思いますけれどもただ玄関挙動も,もちろん最強クラスかなと思いますしこっからフォートレス持ってますからねもちろんサイドバック強も強いと思うんですけどまあ身長は気にならなければねセンターバックで使ってあげても全然強いと思いますまあフィジカルもあってこんだけ足も速くてこっからフォートレスってことを考えると前と比べるとね勝者減ったかなって感じありますけれども最強サイドバックなんじゃないかなと思います続いて第6位はこちらメイヌですね6位に選ばせていただきましたこの選手もねさっきご紹介したウォーカーと同じガチャから登場した メインヌーにななるわけけんですけれどもこの選手は、ね、個人的に獲得してからさらに評価上がったかなってイメージですね、まあ、今週、シーンなんですけれども僕もスカットに入れてるぐらいそれぐらいこの選手は、ね、めちゃくちゃ優秀かなと思いますし正直僕の中ではこれまで CMF ってフレンキー・デヨング一択かなって感じがあったんですけどそこに割り込んでくるぐらいこのメインヌーは僕的にマジで強いと思いますまずプレイスタイルはボックス2ボックスで身長 175cm、き足は右なんですけれども OMF、CMF OM、DMF にポジション適性があります ということで、まあこの中央のね中盤全てできるのもいいポイントかなと思います。能力値もこんな感じでめちゃくちゃ万能ということで、まあ僕はどっちかっていうとねブースターもシャットダウンつけていて、まあディフェンス中心で育成してるんで、まあディフェンスによった育成かなって感じはあるんですけれども、まあもう少しねドリブルとかパスとか決定力上げてあげてもいいんじゃないかなと思いますし、まあ育成の幅はね結構あるんじゃないかなと思います。まあでもこれめっちゃ強いよね。まあ普通に使用感はね使っていてもそこそこ軽いですし、まあこのディフェンス打ちでフィジカルコンタクト、まあスピードもしっかりあるんで。 まあ個人的にかなり扱いやすいなって印象ですね。まあ、好きでもね、もともとダブルタスとか持っていて、あとパス系のスキルもかな、持っているということでかなり優秀ですね。まあ、ディフェンス系のスキルはね、追加してあげた方がいいと思いますけれども、本当に万能で、ボックスというボックスで、個人的に最近ね、かなり気に入ってる選手なんで、まあ、ぜひね、持ってるけど使ってないよって方は、このメインを使用してもらえたら嬉しいなと思います。続いて、第5位はこちら、江藤ですね。5位に選ばせていただきました。いや、この選手はマジでめちゃくちゃ強いですね。僕も本当に気に いっっててて獲得してからずっとねもうスタタメンのセーーフォワードで起用るまけほんとね、これは個人的な感想になるんですけど、ムバッピよりもエトーの方がまあ活躍してくれるというか、僕的には使用感いいなってイメージはありますね。まあこれは若干好み分かれてくると思いますが、まあラインブレーカーで身長 180cm、ブースターボールキャリーつけてます。ウィングとセンターフォワードポジション的性あるんですけれども、僕はセンターフォワードで起用してますね。で、能力値こんな感じということで、ボールキープ数値から若干低い でこれが少しね気になる方もいると思うんですけれども僕は使っていてここまでこのボールキープの低さ気にならないかなって感じはありましたね。負けていも90超えてきますし、このスピード瞬発でフィジカルコンタクトも8乗っかってくるんで、も、ま、う、あ、本当僕のスカットではね今欠かせない選手ですしマジで獲得してよかったなと思ってますね。まあ、スキルもこんな感じでダブターマンシューコンカートスピンキックライジングアシュラとか持ってますと、まあ、パス系のスキルとかねミドルとかつけてあげる必要性はあると思うんですけれども、まあやっぱりねムバップと違ってエピックなんでこの能力して B 固定ということで。 まあ足も速いんでね、後半からスパサブ要因的な感じで使ってあげても強いと思いますし、まあさっきも言ったんですけど、マジでこの選手は今の僕のスカットには欠かせない、マジでめちゃくちゃ強いラインブレーカーかなと思ってますので、まあ、本当に獲得してよかったなと思ってますね。続いて第4位はこちら、ベリンガムですね。4位に選ばせていただきました。この選手はね、先日のバロンドールガチャから登場したベリンガムになるわけなんですけれども、マジで今回のベリンガム、ぶっ壊れ級めちゃくちゃ強いと思います。もちろんね、前回の翔体のベリンガム持ってる方はね、まあ絶 絶対に乗り換えなくちゃいけない。そういうレベル感ではないと思うんですけれども、まあ、こっちのベリンガムの方がね、能力見てみても強いと思います。まあ、今回このベリンガムは、今僕はね、センターフォワードで起用してるんで、まあ、センターフォワードの育成になります。なんで OMS とか CMF で使うってなるとね、育成の方も変わってくるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、一旦今回はセンターフォワード育成になりますね。ブースターはアジリティつけたわけなんですけれども、これマジでめっちゃ強いよね。まあ、ほんとこの万能さ、もうレオンとかフリットとかと同じレベルの個人的には強さになってるんじゃないかなと思います。 まあ瞬発もねこれ乗せてあげようと思えば救助乗っかってきますしあとはこれ若干ねこういうシュートとか少し下げてあげてその分これねディフェンスとかに振ったらこんな感じでディフェンス打ちも全部8乗っかってくるんでこの育成もやばいよねまあ実際に使っていても前線でもね結構ボール刈り取って,てくれるなって印象がありますしまあセンターフォワードセカンドトップに適正つけても普通に OMF とか CMF 使ってもどこで使ってあげてもこのベリンガムはマジでめちゃくちゃ強いと思いますまあ逆圧性でも最高ですしまあスキルもともとブロッカーを持ってるのも個人的にはいいポイント かなと思いますねまあスキル追加はねポジションによって若干してあげる必要性あると思うんですけれども、まあ、本当に万能でやっぱりベリンガムまあ今の環境向きというかねフィジカルもしっかりあってマジでめちゃくちゃ強いと思いますので今ね取ろうか迷ってる方もいると思うんですけれども前のベリンガム持ってないよって方はワンチャン取る価値もあるんじゃないかなと思います続いて第3位はこちらシュマイケルですね3位に選ばせていただきましたまあやっぱりこの選手は入ってくるだろうということで間違いなく、ね、現環境最強ゴールキーパーだと思いますまあ正直ね 前回のシュマイケルででもも十分強かったと思うんですけれども、まあ、やっぱり今回のシュマイケルもめちゃくちゃ強いですね。やっぱりゴールキーパーって非常にこう重要なポジションですし、まあこのシュマイケル何度も本当にピンチを救ってくれてますということで、もう止め感も半端ないですし、それ止めるのっていうのはシュートも止めてくれるんで、まあ本当に玄関境最強ゴールキーパーは個人的にシュマイケル一択なんじゃないかなと思ってます。プレイスタルはシ備ビテイゴールキーパーでゴールセービングつけたわけなんですけれども、僕はこんな感じの育成使ってますね。まあ GK センスを100までの下で育成ということで、まあ正直ね、 このシュマイケルはどんな育成してもね、ある程度こう強いんじゃないかなと思います。もちろんね、バランスよく振ってもいいと思いますし、自分が上げたいなって思う数値、上げてあげればいいんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、個人的にはこの GK センスをね、100になる育成で、まあかなり米感良かったんで、現在この育成で使用しております。まあ、スキルもこんな感じでね、もともと優秀なスキル持ってますし、まあ本当シュマイケルに関しては説明不要レベルですよね。しっかり身長もあって、めちゃくちゃ止めてくれますということで、まあさすがにシュマイケルはね、もうしばらく登場しないかなと思いますので、本当に獲得して良かったなと思います。 ってます続いて第2位はこちら、リリアン・テラムですね、2位に選ばせていただきました。いや、この選手はね、僕、本当に獲得してよかったなと思ってますね。もうセンターバックでもサイドバックでも、現環境最強クラスの選手なんじゃないかなと思っております。守備的サイドバックで、ニシャルバック登録、身長 182cm のブースターはシャットダウンついておりますということで、センターバックで上総合値107やばいね。とんでもないぐらい強いですということで、この選手はね、まあ課金してでも取る価値のあった選手なんじゃないかなと思います。 間違いなくね、玄関今日最強の右サイドバックかなと思いますし、僕最近結構センターバックでも使ってるんですけど、センターバックでもマジでめちゃくちゃ強いですね、まあ、身長 182cm ということで、そんなね、高くないんで、若干センターバック今日は不安って方もいるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、空中戦もね、ジャンプ98、ヘディング92まであるんで、めちゃくちゃ空中戦勝ってくれるし、スピード瞬発もね、まあ、この速さ、しかもこのディフェンス数値で、しかも皆さん、ここからフートレス持ってますからね、やばすぎるよね。もうどんんなな環境なんだって感じで あるんですけれども、まあ、このスキル持ちでこっからフォーチュンで上がってくるんで、正直ね、まあ、カイドウォーカーも強いんですけれども、ショータイムってことを考えると現環境最強のミニシャドバックはまあ、このテラム一択と言ってもいいんじゃないかなと思います。さっきも言ったんですけど、センターバックで使ってあげても強いと思いますし、まあこの選手はねしばらくガチスカットにね僕は残ってくるんじゃないかなと思います。マジでめちゃくちゃ強いと思ってるんで、まあこの選手本当に獲得してよかったなと思ってますね。そして最後に第1エアこちらビエラですね、1エに選ばせていただきました。 あまあ、1位はでもう予想ついていた方多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、やっぱり獲得してよかったのはこの選手かなと思います。今回のビエラはね、もう前回のビエラに比べてもマジでめちゃくちゃ強い。明らかに上位互換かなと思いますし、まあ、このディフェンス値、このスピード、瞬発、フィジカルコンタクト、てか、ビエラに瞬発力95へ、これがマジでヤバすぎますよね。前も言ったんですけど、やっぱりビエラってこれまでね、まあ、能力値はそこそこだけど、なんか能力以上の強さを感じるよな、みたいな、そういうタイプの選手かなと僕は 思ってたんでもう、まあ、本当に能力値も追いついてきちゃったみたいなそういう感じっすよねこの能力値でも足もねやっぱりめちゃくちゃ伸びてくるんで間違いなくね現環境最強 DMF かなと思いますし僕はねセンターバックにも適切つけてるんですけれどもセンターバックでもマジで強いと思ってるんでもう DMF でもセンターバックでも最強クラスということで、まあ、本当に獲得してよかったなと思ってます、まあ、若干ねセンターバックで起用するには空中戦がねジャンプ76ということで不安かなって感じはあるんですけれどもまあ DMF で、ね、起用してる方の方が多いと思います めちゃくちゃボール刈り取ってくれますし、足も速いんで、本当に文句の言いようがないですね。本当に文句の付けどころがないですね。もうビーラで無理だったら無理かなってね。もう本当にボール刈り取れなくても、あ、ビーラで無理なら無理だったなって割り切れるぐらい、この選手はマジでめちゃめちゃ強いと思ってます。好きでもね、まあしっかり元々優秀ですし、アとトスピンキックとかね、ワンタッチパス持ってるのもいいポイントかなと思います。まあビエラもね、本当に説明不要、それぐらいのレベル感かなと思いますけれども、まあ改めてこの最新ビエラも本当に獲得してよかったなと思ってます。 現環境ででもマジで最強かなと思いますはい、ということで、今回は最近獲得しよかった最強選手ランキングベスト10やっていったんですけれども、いかがだったでしょうかいや、こうやって見ても10月やばすぎるよね。もうこれ11月どうなっちゃうんだろうなって感じではあるんですけれども、本当に過去最強クラスと言ってもいいぐらいのトップ10だったんじゃないかなと思います。マジでいいガチャ来すぎだよね。まあ、若干ね、課金するタイミングとか、どのガチャ引くべきか引かないべきか、しっかり判断する必要性、最近特に出てきてるなって感じはあるんですけれども、まぁぜひ皆さんのね、ランキングのご意見、 コメントししてていいいっもららえたら嬉しいなと思いますはい、こんな感じで、太もものが毎日投稿してますので、ぜひよろしければ、コメント、高評価、チャンネル登録お願いいたします。それでは皆様、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。